突然の運行停止から2日、後藤産業汽船の野口社長が運行停止後、初めて公の場に姿を現しました。自力再建を諦め、裁判所に破産手続きを申し立てるということです。午後、県庁を訪れた後藤産業汽船の野口淳二社長。上田副知事にすべての航路を2日から運休した経緯や、ほぼすべての従業員を解雇したことなどを説明し、謝罪しました。その後の会見で、今月1日に2度目の不渡りを出し、事実上経営破綻したこと、自力再建を断念し、来週にも裁判所に破産手続きの開始を申し立てることを明らかにしました。すべてこれは私の計画の甘さ、判断の遅さが招いたことでありますので、対応が後手後手に回って、さらに迷惑をかける結果となってしまったことについては、心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。経営が悪化した理由について、佐世保有川間の航路の慢性的な赤字などを挙げました。負債総額は判明しているだけでも、関連会社も含め21億円に上るということです。すでに支払われている運賃などは払い戻す意向であることや、航路の早期再開に向け協力することなども説明しました。会見後、野口社長は経緯の説明と謝罪のため新上五島町に向かっています。